皆さん、こんにちは。くもりよういちです。それでは、今日から2回にわたって、森鴎外の書いた舞姫についてお話ししたいと思います。舞姫については、高等学校の現代国語の授業で、学んだ方もいらっしゃると思います。おそらく難しいなという印象を持たれたかもしれません。何せ、文語で書いてあるからですね。舞姫は次のように始まります。石炭をばはや積み果てつ。給湯室の机のほとりは糸静かにて、地熱灯の光の晴れがましきもあだなり。今宵は夜ごとにここに集い来るカルタ仲間も、ホテルに宿りて、船に残れるは夜一人のみなれば、いつとせまえのことなりしが、日頃の望み足りて、陽光の感銘をこむり、この西郷の港まで越し頃は、目に見るもの、耳に聞くもの、一つとして新たならぬはなく、筆に任せて書き記しつる紀行文、日ごとに幾千言を悲しけ、当時の新聞に載せられて、世の人にもてはやされしかど、今日に何て思えば、幼き思想、身の程知らぬ方言、さらぬも、世の常の動色痕跡、さては風俗などをさえ、珍しげに記ししよう。心ある人はいかにか見ける。この度は、都に上りしとき、にき物せむとて返しさしも、まだ白紙のままなるわ。ドイツにて、物を学びせし間に、一種のニル・アドミラリーの気象や養い得たりけん、あらず、これには別にゆえあり。これが、舞姫の冒頭です。いわゆる文語体で書かれていますので、確かに、耳で聞いただけでなかなかわかりにくいということもあるかもしれませんが、しかし、この舞姫という小説の冒頭はですね、実にこの時代背景や、この舞姫という小説のテーマそのもの、そして、どのようなその状況の中でこの文章が書かれているのかという、このものを書く現場ですね。日本の近代小説において、書かれた文章が現れてくるときの緊張感そのものを小説の大きな大切な枠組みにしたという点では、この舞姫はやはり歴史に残る小説ではないかと思います。一体何が緊張感なのかということですね。それは先ほどご紹介したこの冒頭の第一文です。石炭おばはや積み果てつ。官僚の助動詞つでございますね。これはいわゆる原文一体では出せない効果です。現在私たちが使っている原文一体で言うと、厳密にはですね、時制、つまり文章を表すときの過去、現在、未来ですね。そういうヨーロッパの文法にある時制を表せない、そういう言葉になっているわけですね。何々しましたっていうことが過去のことを表しているように言われてますけど、たっていうのはもともと手ありっていう、助詞とそれから助動詞がくっついて交互的に綴まった、もの、言葉なわけですから、手、という助詞で一旦それまでの文章の流れを区切って、それをありというふうに、これは時間とは関係なくそういうことがありますというふうに対象化するわけね。だから、厳密に言うと他の中に過ぎ去った時間を表す過去の意味はないわけで。しかし、このつという官僚の助動詞は、長い間日本の書き言葉の中で、主体の側の判断として何々が終わった、けりと、違いですね。伝聞のけりとの違いで、皆さんも古典の授業で
座ったことがあるかもしれませんが、そういう感情を表す助動詞です。つまり、当時の、外国との、行き来をする交通機関は、蒸気船しかありませんでしたから、この蒸気船の燃料であるところの石炭をちょうど積み果てたところだ。だから、いつでも出港できる状態になっているということなんですね。その石炭を積み果てて、いつでも出港のできる状態になっている、船の中の中等室。まあ、その名の通り、上等と下等の間の中等室の船室に、この語っていると言いますか、この式を書いている世が、ただ一人だけ残ってる。他の乗客たちは、みんな、降りてですね、港のレストランに行ったり、ホテルに泊まったりしてるのに、せっかくのこの港に泊まって、最後の、石炭を積み果てて、積んでいる時間、たった一人だけ、中等室の船室に残って、つまり、そういう、たった一人だけ残ってるから、この式を書けるんですね。この式そのものを書いている各現場の非常に緊迫した、ここでなければ、つまり、場所はセイゴンの港とあります。かつての南ベトナムのサイゴンですね。今はホーチミン市というふうに呼ばれていますが、19世紀に、まあ、フランスがベトナムを植民地にした時の重要な、港になっているわけで、このサイゴンの港というのが、まあ、日本からヨーロッパに行く時には、日本的なるものと完全にこう決別する、場所になっているんですね。この後、サイゴン出て、インド洋のほとんど途中は止まらないような、航海になるわけで、で、帰りの場合にはインド洋をヨーロッパからずっと航海してきて、ここで、まあ、東シナ海を、日本の方に、行くための最後の石炭を積む。まあ、いよいよ、日本に帰る。そういう、このだからサイゴンという港で石炭を積んでいる時に、これを書いてるんですよというこの冒頭のですね、非常に緊迫した時間の設定というのは、この舞姫という文章全体に大きな緊張感を与えているだけではなくて、当時の非常にまだ珍しかった洋行ですね。インド洋を越えてそのヨーロッパに旅をする。そしてそこから帰ってきた。そのヨーロッパ体験を、ここで綴らなければならないんだというふうに言っているわけですね。で、先ほど読んだところで、ご紹介したように、行きの航海の時の執筆状況と、それから帰りの今、最後最後の港で石炭を積んでしまった時の大きな対比がまず記されているわけですね。行くときには、みんなからもてはやされてですね、とにかく、いろんな、玉石混交だけれども、いろんなことを珍しげに旅の風俗を記していた。でも、この帰り、ここまで最後まで来てるんだけど、何も書けてない。じゃあどうしてなのか。そこで、皆さんもあまり聞き覚えのない、ニル・アドミラリ。これラテン語が出てくるんですね。何事にも関心が持てなくなった無関心状態。ある種のこう、精神的な病で言うと、鬱の状態になっているという。そのラテン語が出てくるわけですから、この人は明らかに、洋行して日本に帰ってくる。ヨーロッパで学問を収めた。つまり、
ラテン語を日常的に自分の日本語の思考の中でも使っている。そういう存在なんだ。ということが、わかるわけです。しかも、それだけではありません。この人は、陽光の感銘をこうむり、この西言の港まで越し頃は、というふうに、行きの航海の時の西言の港を思い起こしているわけですから、明らかに、政府からの命令、つまり感銘というのは、官、お上ですね。政府からの、明治新政府からの命令で、陽光というのは明らかに、ヨーロッパに行く、ないしはアメリカに行く、いわゆる私たちが言っている西洋に行くということを陽光と言ってたわけですから、日本が開国をする際の安政5カ国条約を結んだその先進5カ国ですね、そこにまあ条約改正も含めて、何度も日本の政府首脳は要項することになるわけです。その流れを組む要項の行きの旅と今をの帰りの旅。行きの旅はいろいろかけたけど、帰りはそうではない。この行きと帰り。そしてこの行きと帰りのこれだけの違いをもたらしたものは何かっていうと、単純にニルアドミラリ、つまり全てに無関心になった。そういうわけではない。という非常に謎めいた。単にその読者の関心を引くために謎めいているのではなくて、書き始めたのだけれどもなかなか書けない。心の中のわだかまりがどうもこの書き手にはありそうだな。というですね、この石炭を積み立てた最後の日本に帰っていく、外国航路。ヨーロッパからの帰りの航路の船の中で、死熱島の光の下でこの式を今書いている。そういうこの言葉が一つ一つこう書きつけられていく現場の緊張感。それが現れているのが舞姫の冒頭だ。というふうに言うことができると思います。こう続けます。現に東に帰る今の我は、西に降せし昔の我ならず、学問こそ、なお心に飽き足らぬところも多かれ、浮世の浮き節をも知りたり、人の心の頼みがたきは言うもさらぬ、我と我が心さえ変わりやすきをも悟り得たり、昨日の是は今日の日なる我が瞬間の感触、筆に移して誰にか見せる。これは日記のならぬ縁故なる。あらず、これには別にゆえあり。書けないのはなぜか。ここも非常に、逡巡していることがよくわかる文章になってますね。いろいろ、その、世間の、生き死にも、体験したと。それから、人間の心というものがなかなか信用できないことも分かった。自分と自分の心さえ信用できない時もあった。昨日良しとしたことは今日は否定する。そういう心の移ろいや自分という人間そのものが大きく変わってしまったということが、この行きの、調子に乗って文章を書いていた時と何も書けない帰りの違いとして、表されているわけですね。でもこれだけが日記が書けない理由ではないと続きます。ああ、ブリンジー市の港を出てより、早20日余りを経。世の常ならば、西面の客にさえ交わりを結びて、旅のうさを慰め合うが後悔の習いなるに、美容にことよせて、部屋のうちにのみこもりて、同行の人々にも物言うことの少なきは、人知らぬ恨みに、頭のみ悩ましたればなり。この恨みをはじめ、一抹の雲のごとく我が心をかすめて、スイスの山色をも見せず、イタリアの
戸籍にも心を留めさせず、中頃は用意とい、身をはかなみて、腹渡日ごとに休会すとも言うべき、三通を我に負わせ、今は心の奥に凝り固まりて、一点の影とのみなりたれど、文読むごとに、物見るごとに、鏡に映る影、恋に応ずる響きのごとく、限りなき階級の情けを呼び起こして、幾たとなく我が心を苦しむ。ああ、いかにしてか、この恨みを称せる。つまり心の中にこうが高まっている、この恨みがですね、ずっとこの後悔の中で、自分の心に重なってきたんだということを語っているわけですね。ここで重要なことは、その、ブリジン市の港を出て以来ということです。これは、ブリンディジというですね、ローマ時代から、の、まあ、イタリアの港ですね。例えば十字軍が十字軍の遠征に出発するときの港にもなっていたわけですが、まあ、その後はずっと使われてなかった港なんですけれども、1869年にスエズ運河が開通します。まあ、スエズ運河というのは、まあ、イタリア半島がこう突き出している地中海と、それからスエズ湾ですね。そして、赤い海、紅海からインド洋を結ぶ。つまり、閉ざされた地中海からぐるっと、その、大西洋を回るんじゃなくてですね、スエズ運河でインド洋に一気に出る。要するにヨーロッパからアジアへ向かう航路を作っていく上で決定的な役割を果たしたのがこの1869年のスエズ運河の開通で。もちろん、スエズ運河の開通の、まあ、主導をしたのはフランスだったんですね。ですから、そのスエズ運河を通って、来たわけですから、当然、そのフランスの植民地として、開発されていった19世紀のやはり、後半ですね、サイゴンの港に停泊していると。この背後には、フランスがアジアに、大きく、乗り出してくるっていう、まさに、イギリスが一強で、その世界を支配している、七つの海を支配しているパックス・ブリタニカから帝国主義の時代に大きく状況が転換してくること。それ自体も、はっきりと見えてくるようになってるね。ですから、わざわざスイスの三色をも見せず、イタリアの戸籍にも心を留めさせずと。つまり、ヨーロッパを陸路で、あるところから移動してきた。でも、スイスからイタリアへって、当然、その遠方から来てるわけですから、ヨーロッパの、大陸の、北の方から、北西の方からやってきたんだな、ということがわかるんですね。そして、まさにその地中海から、もうずっとこの後は、船で、アジアに向かうという、その、スエズ運河を通るところの、改めて19世紀の後半に、港町として繁栄したブリジン市の港を出てからの記憶をこう蘇らせていくんですから、もうこの出だしの、まあ今、文庫本で、十数行を紹介したわけですけれども、この、世という、その、まだ名前のわからぬ書き手が生きている時代と、帝国、ヨーロッパ、欧米帝国による、アジアに対する支配が進んで、日本も開国を迫られて、というですね、一連の明治という時代全体が浮かび上がってくる。あ、もちろんそれは、わかる人にはということですけれども、でも、この、舞姫という小説は、後ろに書きましたように、国民の友という雑誌に、掲載、されてるわけですね。これは、徳富蘇峰という、ジャーナリスト政治家が出版した雑誌でありまして、
弟の徳富ロカは日清戦争の、頃に、ホトトギスという、まあ、結核をめぐるですね、小説で、大きな人気を博することになりますが、そのお兄さんが徳富諸侯です。で、そして、ちょうどその国会が開設されると、最初の、選挙で衆議院議員になるためには、まあ、自分の名前を知らせなければいけない。そのためには、どうしても、その宣伝媒体が必要だ、ということで、自ら国民の友という、まあ、かなり、大げさな題名ですけれども、まさに国民の友っていうのは、徳富諸侯自身のことですし、その主催している雑誌に出筆している人たちもそうだという。ですから、この活字印刷された、定期刊行物ですね。最初はまあ、月刊だったのが、だんだん2週間に1回ぐらい、この国民の発行になっていくわけですけれども、まさに、それまでの一部の限定された幕府の中心によって政治が担われていたところから、やがて憲法を発布して、そして議会を開いて、議会で議論して新しい政治をやる。そういう、まあ、文明国家として、明治日本が大きく変貌する、そういう状況の中で、まさに国民っていう、存在を相手にして政治家が政治をやっていく。その間をつなぐ雑誌が国民の友、という雑誌なんですね。その、まあ、1880年代後半、ちょうどですから議会が開かれて、憲法が発布される。そういう状況の中で、この毎日が発表されているわけですから、当然まさに同時代性を多くの読者は、意識することになるわけです。ですから、この舞姫の出だしの最後の港で、何も書けない。どうしてなのか、問い出たらしながら、ヨーロッパから、地中海に出て、そして、スエズ運河を通ってインド洋に出て、ずっと長旅をして、最後にまでやってきたんだから、もうまだ書けないという、この書けないということをめぐる、世のですね、心の悩みの深さと重さが、こうした、明治日本が今どうなっているのかという世界情勢の中で見えてくるという。極めてですね、時代性をこう読者に正確に伝達する。冒頭の十数行で今明治日本がどこにあるのか、ということの中で、この書き手はなぜ書けないのかということを読者に書いているんですね。この、ごく限定された主人公の心理が、明治という時代に日本が世界の中でどういう位置を得たのかということと、まあ、結びついていく。しかも、今私はかなり詩のものを説明いたしましたが、わかる人には、つまり国民の友の読者には、十数行で全部伝わる。このあたりの、その言葉の吟味を、した上で書くということもですね、舞姫の、優れた文学作品であるものを明かしたと思います。ようやく、この書いてる人は、最後の港でたった一人、船の中に残ってこの式を書いているのは誰なのか、ということが、見えてくるのが、世は幼き頃より厳しき庭の教えを受けし飼いに、父親は早く失いつれど、学問のすさみ、劣ることなく、旧藩の学官にありしも、東京に出て予備校に通いし時も、大学法学部に入りし後も、太田豊太郎という名はいつも一級の初めに記されたりし、一人者、我を力になして世を渡る母の心は忌み怪らし。19の年には学士の賞を受けて、大学の立ち手よりその頃までにまたなき名誉なりと人にも言われ、
何がし省に出仕して、故郷なる母を都に呼び迎え、楽しき年を送ることを見とせばがり、官庁の覚え異なりしかば、要項して一家の事務を取り調べよとの命を受け、我が名をなさんも、我が家をお子さんも、今ぞと思う心の勇み立ちて、五十を超えし母に分かるるをも、さまで悲しとは思わず、はるばると家を離れて、ベルリンの都に来る。ここでこの書いているヨガ、名前が太田豊太郎である。で、見事に典型的なですね、明治の立身出世コースを、一気に歩んだ青年だということがわかりますね。まあ、筆者の森鴎外も、このような超エリートコースを歩んで、早くにその医者となってですね、ドイツに留学することに、まあ、なったわけで、実際に留学していた時期がここに記した、通りでありますが、まあ、ほぼですからこの太田豊太郎は、筆者の鴎外森林太郎と重なってはいるわけですね。でまあ、大学法学部に入りしですから、鴎外森林太郎は、医者の道を歩んで、そして軍に入って、陸軍の軍医として、まあ、ドイツに、まあ、留学をすることになるんですね。けれども、19歳にして、ということはもう明らかに飛び級をして、だから、もうこの19歳にしてって、この年齢を提示することから、幼少期から優れていた。で、この学歴競争社会に、まあ、勝利して歩んできたんだということがわかるんですね。そして、まさに大学の立ち手より、その頃までにっていう、は大学といえば帝国大学令でできるわけですから、日本の学歴社会がどう形成されてきたのか、その明治何年に何があったのかということも、つい数年前のことですけど、読者が思い起こしながら、おお、こいつはそういうやつなのか、ということがわかるわけですね。そして、田舎から東京に出てきた。だから、母を新しい都へ呼んで、3年、経った。ところで、要項の命令が出た。当時は、要項するということは、もちろん、大変なお金もかかりましたから、よっぽどのエリートでなければ、その、国家の命令で、ということは国家予算を使って、要項するということはありえなかったわけで。遺産でですね、太田豊太郎は、すでに50になっている。まあ、当時は、まあ、人生50年。老境に達しているという判断なんですが、そういう老いた母親を置いて、ドイツ、ベルリンに旅立った。ここはまあ、そういう意味で言うと、鴎外森林太郎の生涯とも重なるわけです。世は猛虎たる巧妙の念と、検索に慣れたる勉強力と持ちて、たちまちこのヨーロッパの新大都の中央に立て、何らの交際ぞ。我が目を意味とするは、何らの色卓ぞ。我が心を迷わさむとするは。菩提塚と訳するときは、優勢なる、境なるべく思わるれど、この大道を神のごとき、ウンテルデルリンデンに来て、両辺なる石畳の人道を行く、組々の史上を見る。胸張り、肩そびえたる士官の、まだ、ウィルヘルム一世の町に望める窓によりたもう頃なりければ、様々の色に飾りなしたる、霊装なしたる、顔よき乙女の、パリマネビの装いしたる、彼もこれも、目を驚かさぬがなきに、車道のアスファルトの上も、音も背で走る色々の馬車、雲にそびうる楼閣の少し途切れたるところには、晴れたる空に夕立の音を聞かせて、みなぎり落ちる吹きの水。遠く望めば、ブランデンブルク門を隔てて、緑樹枝を差し交わしたる中より、
反転に浮かび出たる凱旋塔の真如の像、この数多の景物、目標の間に集まりたりば、初めて、ここに越し者の応接に営まなきも上ない。されど我が胸には、たとえいかなる境に遊びても、あだなる美観に心をば動かさずの誓いありて、常に我を襲う外物を遮りとどめたり。プロイセンの首都、ベルリンの、ウンテルデンリンデンですね。これはだから日本語に訳すと、お大事にしたというんですけども、ブランデンブルグ門があるところです。このブランデンブルグ門というのは、18世紀から19世紀にかけてのプロイセンにおいてですね、正確に考古学をもとにして、ギリシャやローマの建築様式を復元する。という、プロジェクトの中で建てられた非常に立派な、まさにその、これを建てた権力者の、力をですね、指し示すようなもので、まさにここで、そのウィルヘルム一世の町に望める窓によりたもう頃なりければ、というふうにあるように、まさにプロイセンを大きな教訓にして、そこに最初ビスマルクの力によって、ですね、徴兵制の軍隊を置き、フランスとの不屈戦争で勝利をし、それまでバラバラだったドイツの諸侯を統一してですね、ドイツ帝国を建てた、ウィルヘルム一世のことが思い出されているわけですから、大日本帝国自身が、これからは、そのプロイセン型で行くんだと、ドイツ型で行くんだというふうに路線を転換したという、生き物的にお話したヒゲの問題、ナポレオンヒゲとビスマルヒゲが対比してあった。あれを思い出していただきたいんですけども、まさに明治の大日本帝国が、どのような政治、経済、軍事的な路線を歩んでいくのか、その見本として、選択した大ドイツ帝国の首都に、後藤豊太郎は行ってるわけですね。そう見れるともう、大日本帝国の最も中枢の命を受けて、ドイツ帝国のあり方を学んでこいという留学だった。まさにこの政治の中心に、大田豊太郎は身を置いていたんですね。そして、彼の目に映るのは、その、ウンテルデルリンデンという広場に、闊歩している、軍人と一緒に腕を組んでいる、まさに打ち滅ぼした、戦争で勝ったパリのファッションをそのまま持ち込んでいる女性たち。その姿が見えてくるわけですね。まさに留学をした、ドイツ帝国のヨーロッパにおける覇権を握った姿が非常に象徴的に描かれて、いるわけです。そして、ここで、豊太郎の仕事が始まります。何をどうしていたか、わかります。夜が鈴縄を引き鳴らして、越を通じ、公の紹介状を言い出して、到来の意を告げし、プロシアの官員は、皆心よく夜を迎え、公使館よりの手続きだにことなく進みたらしましかば、何事にもあれ、教えもし、伝えもせむと訳し。喜ばしきは、我がふるさとにいて、ドイツ、フランスの語を学びしことない。彼らは、初めて世を見しとき、伊豆国って、いつの間に核は学び移ると問わぬことをなかりき。さて、漢字の意図もあるごとに、かねて公の許しを奪えたりければ、ところの大学に入りて、政治学を収めむと、名を菩薩に記させつ。一月二月と過ごすほどに、公の打ち合わせも済みて、取り調べも次第にはかどり行けば、急ぐことをば報告書に作りて送り、さらぬをば移し止めて、ついには、幾巻をかなしけん。大学の方にては、幼き心に思いはかりしがごとく、政治家になるべき材料と、特領の
アルベウもあらず。これか彼かと心迷いながらも、二三の方下の公園に連なることに思い定めて、借金を納め、行きて聞きつ。かつて水戸瀬ばかりは夢のごとに立ちが、時来たれば包みても包みがたきは人の交渉なるだ。世は父の遺言を守り、母の教えに従い、人の振動なりなど褒むるが嬉しさに、怠らず学びし時より、官庁の良き働き手を得たりと、励ますが喜ばしさに、たゆみなく勤めし時まで。ただ初動的、機械的の人物になりて、自ら悟らざりしが、今25歳になりて、すでに久しくこの自由なる大学の風に当たりたればにや、心の中に何となく穏やかならず、奥深く潜みたりし、誠の我は、ようよう表に現れて、昨日までの我ならぬ我を責めるに至る。ここは、高等学校の国語の授業で、舞姫をやった方にはとても懐かしい場面かと思いますね。この誠の我、我ならぬ我は何かってあたりを、まあ、高校の国語の先生が生徒たちに質問して、いろいろ答えさせるっていうのが、まあ、授業の、中心に、なって、いったと思いますが、ここで、まあ、豊太郎はですね、3年間、さまざまな、事務をこなしながら、大学にも通って、留学生活を送る中で、それまでは、人に言われるままにやってきた。父の遺言に従って、母の望むままに立身出世コースを歩んできたんだけども、そうじゃない。そういうこう路線に従って生きてるだけじゃないんだ、というふうに感じる、あるいは考える、あるいは、欲望する。そういう誠の我が出てきたんですね。そしてどうしたかというと、大学においては、本当は法律を学ぶということで命令を受けてきたんだけれども、大学にては法科の講義をよそにして、歴史文学に心を寄せ、要約書を読む社会に。つまり、法律を学ぶのではなくて、歴史や文学に親しむようになっていった。ということですね。で、同時に、それなりの数の留学生たちがベルリンに行くわけですから、じゃあそういう人たちの付き合いはどうだったのか、ということですね。こんな風に書かれています。官庁はもと心のままに用いるべき機会をこそ作らんとしたりと、独立の思想を抱きて、人並みならぬ面持ちたる男をいかでか喜ぶべき。危うきは世が当時の地位なり。されど、これのみにてはなお我が地位を覆すに足らざり剣を、日頃ベルリンの留学生のうちにて、ある勢力ある一群れと世との間に面白からぬ関係ありて、かの人々は世を猜疑し、またついに世を残部するに至り。されどこれとてもその言えなくてやわ。かの人々は世が共にビールの杯をもあげず、玉突きの球をも取らぬ、かたくななる心と欲を制する力とに帰して、かつはあざけり、かつは妬みたりけん。されど子は世を知らねばなり。ああ、この家よしは、我が身だに知らざりしよう。いかでか人に知らるべき。我が心は、かのネムの木という木の葉に似て、物触れば縮みて叫んとす。我が心は処女に似たり、世が幼き頃より長者の教えを守りて、学びの道をたどりしも、使いの道を歩みしも、皆勇気ありてよくしたるにあらず、退任の勉強の力と見しも、皆自ら欺き、人をさえ欺きつるにて、人のたどらせたる道を、ただ一筋にたどりしのみ。よそに心の乱れざりしは、外物を捨てて、帰り見ぬほどの勇気ありしにあらず。
ただ、骸物に恐れて、自ら我が手足を爆死する。つまり、自分が、その、同じ留学生たちが、まあ、遊んだり、玉突きに行ったりしている、ビールの杯をあげたりする、そういうのに付き合わないのは、あの人が、とても、近現実直で真面目なんだと言われてたんだけれども、実はそうじゃない。自分の中には、ネムの木のような心。ネムの木っていうのは、葉っぱに触るとそれが刺激で閉じますね。そういう、その他者とこう関わることに怯えて自分をこう閉ざしてしまう。そういう弱い心があったがゆえに、そうしてきたんだ。だからそこら辺は、本当の自分ではなくて、結果的に、まあ、父の遺言や、周りの人たち、というわけで、その母が望むような方向で、あるいは、自分に留学を命令した役所の官庁が命令するような方向で、まあ、人の望む方向でずっとやってきたんだ。それがある時変わった。ここから、舞姫の本当の物語、ずっと書かねばならぬと思っていたが、最後まで書けなかった物語が書き始められていくことになります。ある日の夕暮れなりしが、夜は十円を万歩して、ウンテルデンリンデンを過ぎ、我が門扉周街の旧居に帰らんと、クロステル港の古寺の前に来る。夜は、かの灯火の海を渡りきて、この狭く薄暗き工事にいる。牢城の小場島に干したる敷布、肌着など、まだ取り入れぬ人家。大髭なき、ユダヤ教徒の沖縄が、小膳に佇みたる居酒屋。一つのはしごは直ちに、高田野に達し、他のはしごは、穴蔵住まいの家事が家に通じたる貸し屋などに向かいて、王子の形に引っ込みて建てられたる、この300年前の遺跡を望むごとに、心の恍惚となりて、しばし、佇みしこと、幾度なるを知らず。今、このところを過ぎんとするとき、閉ざしたる、自問の扉によりて、声を飲みつつ泣く一人の乙女あるを見たい。年は16、7なるべし、かぶりしきれを漏れたる髪の色は、薄き黄金色にて、来たる衣は、赤つき、汚れたりとも見えず、我が足音に驚かされて、帰り見たる思って、世に、詩人の筆なければこれを写すべくもあらず、この、青く清らに言って、物問いたげに、憂いを含める目の、半ば、露を宿せる長きまつげに覆われたるは、何故に、一個したるのみにて、用心深き、我が心の底までは、決したるか。彼は他ならぬ深き嘆きにあいて、前後を顧みるいとまなく、ここに立ちて泣くに。我が臆病なる心は、連品の情に打ち勝たれて、世は覚えずそばにおり。何故に泣きたもうか、ところに敬類なき遊び人は、帰りて力を貸しやすきこともあらん、と言いかけたるが、我ながら、我が大胆なるに呆れたい。これが、この後、太田豊太郎が、深い関係を結ぶことになるエリスという女性の最初の、出会いですね。またまたまベルリンの、ややその郊外に、なるところの動物園のあたりを散歩してですね。そして、クロステル港と言われている通りのですね、古いお寺のあたりに差し掛かる。で、頬ひげのあるユダヤ人が、いる、というふうにあるように、ここはつまり、差別されていたユダヤ人たちが住むような、
そういう、まあ、貧民街。通常、太田豊太郎が、外交官としてやってきた、留学生としてやってきた地域とは全く違うところに足を踏み込んでるんですね。でも、なぜか豊太郎はこの場所が好きで、何度も来ていた。するとですね、ずっと泣き続けている一人の乙女の姿を見つけるわけですね。そして、この女性と眼差しを交わすことによって、なぜか、非常に警戒心の強い用心深き我が心の底までですね、彼女の眼差しが差し込んできたと。そしてついつい声をかけてしまうんですね。帰ってここら辺に知り合いのいない私の方が、お役に立てるかもしれない。何を思ってるのか、ぜひ言ってもらいたいということを声かけをしてしまうわけです。自らの大胆さに呆れてると。ここから関わりが始まるんですね。彼は驚きて、我が気なる表を内守りしが、我が新卒なる心や色に現れたりけん。君は良き人なりと見る。彼のごとく無垢はあらず、また我が母のごとく。しばし枯れたる涙の泉は、また溢れて、愛らしき頬を流れ落ち。我を救いたまえ、君。我が恥なき人とならん。母は、我が彼の言葉に従わねばとて、我を打ち切る。父は死にたい。明日は法村では、叶わぬ。家に一銭の蓄えだになし。あとは貴女の声のみ。我が眼はこのうつむきたる少女の古ううなじにのみ注がれたい。君が矢に送りいかんに、まず心を沈めたまえ。声な人に聞かせたまいそう。ここは往来なる。彼は物語するうちに、覚えず我が肩に寄りしが、この時ふと頭をもたげ、また、初めて我を見たるがごとく、恥じて我がそばを飛び抜きつ。人の見るが愛わしさに、早足に行く少女の後につきて、寺の筋向かいなる王道を入れば、かけ損じたる石の橋がある。これを登りて、四回目に腰を降りてくぐるべきほどのとあり。少女は、錆びたる針金の先をねじ曲げたるに、手をかけて強く引きし、中には、しわがれたる王女の声して、たぞ、と、エリス帰りぬ、と答える間もなく、とあららかに引き明けしは、半ば、しらみたる髪、悪しきそうにはあらねど、貧苦の後をぬかにしるせし、表の牢を見て、古き、十面の衣を着、汚れたる上靴を履きたい。エリスのように会釈しているを、彼は待ちかねしごとく、と激しく立て切りつ。ここで、泣いてた少女がエリスという名前だというのがわかるんですが、彼女の、その、家に、太田豊太郎は、私を助けてくださいというふうに言われて、まだ事情はわからないんですけど、父親が死んで葬式を出さなきゃいけないのに、一銭のお金もない。そして、母親は、彼女が嫌がって、エリスが嫌がっていることを、その、命令しているようだと。それは、我が恥なき人とならん。恥を捨てた人間だ。まあ、その背後には、身を売ること、あるいは誰かに、その、身を任せること、お金との、ですね、要求されているかもしれないということが、類推できる叙述になっているわけです。そして、その母親がいる、部屋に連れて行かれると、そこにはですね、エルンスト・ワイゲルトという表札が出て、これが、死んでしまった父親の、名前なんだろう。そして、事情を聞いてみると、
エリスはビクトリア座という劇場の踊り子をしていて、そしてそのビクトリア座の支配人から、まあ、お金を見返りに身を任せることを要求されていると。で、母は、そうしなさいというふうに言っているというふうに、彼女は告白するわけですね。許したまえ、君をここまで導きし心なさを。君は良き人なるべし。我をば世も憎みたまわじ。明日に迫るは父の法理。頼みに思うし、シャウンベルヒ。君は彼を知らでやわさ。彼はビクトリア座の座が知らない。彼が抱えとなりしより、はや二とせなれば、ことなく我らを助けんと思いしに、人の腕につけ込みて、身勝手なる言いがけせんとは、我を救いたまえ、君、金をば、薄き給金を裂きて、返し参らせない。よしは我が身は食らわずとも、それもならずは母の言葉に。彼は涙ぐいて身を震わせたり、その見上げたる目には人に否とは言わせぬ美体あり。この日の働きは知りてするにや、また自らは知らぬにや。我が隠しには二三マルクの銀貨あれど、それにてたるべくもあらねば、世は時計を外して机の上に置き、これにて一時の急をしのぎたまえ、質屋の使いの門尾周外三番地にて、太田と尋ね込む折には、値を取らすべき。少女は、驚き感じし様を見えて、世が別れのためにいらしたる手を唇に当てたるが、ハラハラと、おつる熱きなんだを、我が手のそびれに注ぎつ。ここで、まあ自分が持っている、二三マルクと。それでは足りないと思ったので、懐中時計をこれを質屋に入れなさい。渡して、まあ、当座の身を売ることを避けるために、葬式を出せるお金を渡したんですね。で、これが決定的に豊太郎の生活の変化につながってしまうわけです。続いてこうあります。ああ、なんだの悪因ぞ。この恩を射せんとて、自ら我が急遽に腰少女は、ショーペンハイルを右にし、シルベルを左にして、ひねもすこずたにする我が読書の草加に、一輪の名花を咲かせてけり。この時をはじめとして、世と少女との交わり、ようやく茂くなりまで生きて、同郷人にさえ知られぬれば、彼らは食料にも、世をもて、色を舞姫の我に御するものとしたり。ここで、まあ、題名の舞姫ということがございます。このエリスは、ビクトリア座の、に雇われていた、まあ、踊り子だったんですね。ですから、その彼女が、豊太郎の部屋に出入りすることによって、同じ留学生仲間から、ついに豊太郎は、舞姫に、その、と、まあ、恋愛関係に陥っていると。そういう噂がですね、広まってしまうことになったんですね。で、そこから事態は大きく変わっています。その名をささんははばかりあれど、同郷人の中にことを好む人ありて、世がしばしば芝居に出入りして女優と交わるということを官庁のもとに報じつ。さらぬだに、世がすこぶる学問の岐路に走るを知りて、憎み思い士官庁は、ついに胸を公使館に伝えて、我が官を免じ、我が職を説いたり。公使が、この命を伝うるとき、世に言いしは、御身もし、即時に京に帰らば、路用を窮すべけれど、もしなおここにあらんには、公の助けをば、仰ぐべからずとのことなりき。世は、一週日の猶予を超えて、とやこうと思いわずらううち、我が生涯にて最も悲痛を覚えさせたる二通の書状に接し、この二通はほとんど同時に出ししものなれど、一つは母の自筆、一つは親族なる何がしが母の死を、我がまたなく慕う母の死を報じたる組なりき。世は、母の所中のことを、ここに
反復するに対す。涙の迫りきて、筆の運びを妨ぐればない。ヨとエリスとの交際は、この時まではよそ目に見るより正白なりつ。彼は父の貧しきがために、十分なる教育を受けず、15の時舞の死の募りに応じて、この恥ずかしき技を教えられ、クルズス果てて後、ビクトリア座に出て、今は城中第二の地位を占めた。再度、詩人ハックレンデルが当世の奴隷と言いしごとく、儚きは舞姫の身の上なり、薄き休憩にて繋がれ、母昼の恩衆、夜の舞台と厳しく使われ、芝居の化粧部屋に入りてこそ、装いし、美しき衣をもまとえ、城外にては、独り身の衣食も足らずがちなれば、親腹からを養う者はその真紅いかにぞや。このエリスとの関係が、まあ、留学生仲間たちによって、上司に知らされるわけですね。そうすると、まあ、最近はあまり仕事をせず、学問にばかり凝っている豊太郎に対して、不満を抱いていた感じはここで、弁官をすると。前回お話した浮雲と同じように、立身出世コースを歩んできた男性主人公が、免職になる。ここがですから、明治の20年代に現れた新しい近代小説の一つの共通項なんですね。つまり、何らかの形で、新しい明治国家とともに立身出世コースを歩んできた、まあ、それなりのエリートの学問もしてきた、青年が何かのこうきっかけ、事情で、職を失う。そこから、それまでなかったこう女性との関係性が始まっていく。そこにですから、日本の近代小説におけるですね、立身出世コースから、ドロップアウトした。ある意味で言うと、そこでずっと勝ち組の道を歩んできたにもかかわらず、様々な事情が重なって、そのコースから外れてしまった。その時に、女性との、心の交わし合いが始まる。で、ここにですから、日本の近代小説における恋愛という、まあ、英語のラブの翻訳語として、恋愛という二字熟語が生み出されてくることになるわけですけども、そこに重要な特徴が、あると思います。ですから、太田豊太郎と、エリスとの関わりは、ここで大きく変化をするわけですね。豊太郎はこう書いています。ああ、詳しくここに写さんもようなけれど、世が彼をめずる心のにわかに強くなりて、ついに離れがたき仲となりしは、この折なりき。我が一心の大事は、前に横たわりて、誠に気球存亡の時なり、この行いありしを怪しみ、また、そする人もあるべけれど、世がエリスを愛する情は、初めて愛見し時より、浅くはあらぬ。今我、殺気を憐れみ、また、別離を悲しみて、串沈みたる表に、瓶の毛の溶けてかかりたるその美しき、いじらしき姿は、世が悲痛感慨の刺激によりて、常ならずなりたる脳髄を見て、甲骨の間に、ここに及びしをいかにする。まあ、当時の表現状況ですから、露骨に性的な交渉を持ったということは、まあ、書けないわけですけれども、明らかに、この官庁から、免職を言い渡されて、そして、その、非常に厳しい状況の中に、その、置かれた時にですね、エリスとの関わりは、決定的な関わりに転換する。つまり、まあ、肉体関係を持った。そこから、舞姫という物語
は、新たな展開を示していくことになります。第1回目はここで終わらせていただきます。ありがとうございました。